はい、どうもこんにちは。こんにちは、ムーランです。タカちゃんです。はい、はい、ちょっと私今日あの別荘にいるもんですから失礼いたします。いや、いいですね、本当に。僕は意外と暑い長屋暮らしてますよ、本当に。はい、というあのバッグにもできるんですけどね、ええ、私も、ね、あ、はいはいはい、暑そうなバッグにもできる、ええ、まあこういう 見た目だけでもね楽しまないとね。はい、はい、それではまず今日は皆さんに、ね、お礼を申し上げたいと思います。はい、7月30日日曜日の、1時から4時までちょっと長い時間でしたけれども、ニクッと笑顔で世界頭頸部がんの日を、はい、ご視聴いただきました皆様、またご参加くださいました皆様、はい、どうもありがとうございました。第2回目ですよね。そうです、はい、第2回です、はい、もうね、今日はまあいろいろ言っちゃおうの話ですけれども、まあ当日は1回目は3時間半だったんです。考えてみて、はいはいはい、トータルでね。トータル、はいはい、うん、でちょっとそれが長いかなと思ったんで、30分だけっていう感じなんですけど、うん、一応30分を削りまして、はい、まあ4時まで、うん、っていうふうにしました。で考えてみると、まあやっぱりほら自分で喋る私たちニコッと取材ですけれども、うん、スタッフの方 もう本当にいろんなことしてくださったんですが、やっぱり自分で喋って自分でやるのには自分で進行表シナリオ、そうですね、台本ね、そうなんですよね、はい、やっぱり考えてみると書かないと自分が一番分かってないとダメだなと思ったので、もう私はもう必死にそれを書いたんですけども、それで内容もね、やっぱり去年のっていうのは自分でも忘れちゃうんですよね。うん、でトータルして昔のをちょっと調べてみて、ああそこそこそこ、こう一部こうで二部がこうっていうとなんとなくこう思い出すんですけど、いや今年もね一部はそうなんです、ね、今度はもう吉本誠一先生のお話と坂本鳩恵先生のお話で、もう本当にね、やっぱりそういう講演はないと全然成り立ちませんからね。そうですよね、やっぱりこう普段得られない知識を得られるっていうことでね、多分これを楽しみに見ていただいている方もたくさんいると思いますね。はい、はい、で本当に申し訳ないんですけど、毎年アンケートっていうのを取ってないんですが、はいはい、うん、やっぱりすぐ終わった後によかったよとかこうだったよっていうような、まあ、メールをいただくんですけど、うん、はい、統計部の話っていうのは、まあ、また特に私の友達みたいな人が多いのは、うん、統計部っていうのをもうみんな知ってる人たちが多いので、はいはいはい、それにしてもやっぱりこう何度聞いても、うん、それから吉本先生がこうお写真やなんかでやってくれたんですよね。そうですね、今回は本当に実地のね舌がそうなんですよ、ね、はいはいはい、やっぱりああいうのっていうのは普段、うん、うわっと思うけども、うん、インパクトすごいですよね。そうですね、まあリアルな病気の実態を知ってもらう。そうです、そうです、はい、であれでねすごいびっくりしちゃったんだけども、うん、やっぱりああいうのは驚きとともに気をつけようっていうふうに思うわねみたいな話とか、うん、あともう本当によく知ってるけど何度見てもやっぱり感激するって言っちゃいけないけど、こんなことが起きるんだなっていうふうに思いますね。うん、でまあ、あと坂本先生の方はもう本当にね、がん患者がんになったら、あ、こういうふうにやって応援してもらえるんだなっていうのがよく分かって、はい、なんか安心できたなっていう気がするんですよね。そうですね、やっぱりいろいろこう、うん、なんていうんですかね、どういうふうに支援を受けるかとか、そういうところですね、みんななかなかわからないところですね。はい、まずがんになっちゃうと、もうそっちの方に行かないんですよね。うん、もう自分が今ここから、まあね、そう立ち直る、まず自分が生きるか死ぬかっていう話だけがまず、ね、そうなんですよ、一番頭の大きいところを占めますからね。そうそうそう、はいはい、それでなんか気がついたら、そう、ちょっと体の方はなんとかなりそうかもしれないっていうふうに思った時に、うん、ちょっと待ってよ、そしたらもっとこうよく生きるために、はい、なんかいろんな支援をもらったり、そうですね、そういうのがあるかもっていう方に気がいくっていうね、うん、そういう感じも、まあ、自分もそうですけど、よくわかりますよね。で、まあ、両方あったし、あとね、猫舌堂さんの動画、
はいはい、ね、この度それもそう、いいさじのね、あれも載せていただ、はい、あの載せたんですけど、やっぱりあの懐かしい顔がいっぱいあったじゃないですか。そうですね、はい、浜さんいたんですよね、うん、我がね、ニコットの。そうなんですよ、はい、だからもう、ああそうだったなーっていうふうにもあれもじっくり見ましたけどね、うん、あとリナさんもいたしね。ただあれですよね、あの3時間とか結構時間あるなと思うけど、話してみると短いもんですよね。本当ね、うん、なかなかね、やっぱりある程度の人数出てもらうと、そうなんですよ、全員にねちゃんとこう話を聞けるっていうかね、はい、話してもらうっていうことはなかなかできないところがちょっとね、もどかしいところでもありましたけどね。それでね、本当に皆さんに申し訳なかったなと思うのは、はい、あの中でも言いましたけど、7つの施設問っていうのをさせていただいたんですけど、はい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 、皆さん本当にその7つにねすごくきちっと答えてくださったんですよ、うん、私大事に持ってるんですけど、こう何かの時に生かしたいなと思ってね、はいはいはい、だけどやっぱそれを一人に喋ってもらったらもうね本当にその人だけで終わっちゃうって感じ。まあ、それで3時間ね。あっちそうなんですよ。もろ2時間なんですけど、それしかないなと思ったので、今度それをいただいて、その中から、まあ、よりすぐって、うん、そうすると結局はね、1人本当に多くて2つぐらい。そうですね。2つぐらい。はい、でもね、皆さんあの本当にこう的確に喋ってくださったなっていうふうに私はすごく思いますしね。うん、まあ、もっとね皆さんにいろいろな話した、うん、聞きたかったなっていうね、あれは残りますよね、はい、当然残ると思いますね、でもまあいろんなだから形で、あのだからね、あんま大きいのをいっぱいやることはすごく難しい。そうですね、ね、だからそういう少しずつのものをこうもっと小規模で、そうですね、就労についてもその一つ、うんうん、とかなんかそんな感じでこうやれたら、細かい質問に分けててね、そう、うん、深く掘り下げるような感じの、そうですよね、そんな風にしたらまた結構あの人ももっと増えるし、うん、楽しいかなっても思いましたね。そうですね、輪が広がっていくような感じはしますよね。しますね、はい、まあ、今回もね本当統計部でもね、本当いろいろ僕たちが会ったことないような人たちもたくさんいましたし、そうですよ、はい、つくづく私も思いました、うん、もう統計部はもう場所ももういろんなところがあるし、あとやっぱりね、いろいろな活動してる方がね結構多くて、やっぱり仲間はたくさんいるんだなっていうのもね思いましたよね、はい、本当につくづくね、あの今回はこう人の広がりとか、まあ広がりっていうかつながりか、そうですね、いろんな活動してる中でも、うん、と声を出して統計部の人ってこう言ってみると、うん、はいはいはいみたいな、でみんな割とこう心よくね協力してくれたっていうのは本当に、ね、そうなんです、ありがたかったですよね、そこがね私も本当今度嬉しかったなって思いますね、はい、だからまあ来年で初めほら去年1回やってよ、まあ、様子見でつっちゃいけませんけど、様子見一回やってみて、続くかねみたいになりましたけど、まあ、1年本当早いからもうすぐ今年 ね来ちゃいまして、はい、そしたらなんか本当皆さんがもうぜひ続けてくださいとか、うん、まあ、いろいろおっしゃっていただけるので、うん、これやめられなくなるんですよ、まあ、赤ちゃん、まあ、村さん の、 あのライフワークですよね私だけにしないでください。いや当然もう当然僕も頑張ります、はい、あのニコットとしてね、はい、まあ、他にや特に大きなイベントやってるわけじゃないので、やっぱりこれだけはニコット主催で毎年必ずやろうかな、そうですね、と、ね、はい、いうことで、まあ、本当に今日はね、あのお礼を言いたくて、そうですね、皆さん本当にありがとうございました、はい、本当にありがとうございました、たくさんの、ね、ま、ご協力があってこう成り立ったイベントって感じがしますね、そうなんです、はい、でまあ、ちょっと裏話じゃないですよ、次回はちょっとね、次回ね、村さんのね、苦労話、イベントをこう、ね、成功させるまでの苦労話をちょっと聞いてみたい、そうですか、はい、はい、よろしくお願いします、はい、それじゃあまた押してね、登録ボタンお願いします。